い、こんにちは、吉松です。皆さんいかがお過ごしでしょうかということで、はい、今回はですね、確か最近読んでいる本なんですけど、まあ、ムックというかな、これは日本刀入門ということで、ビジュアル図鑑シリーズ600円プラス税金ということでね、これを読んでます。なぜかというと、最近藤沢周平さんのですね、セミシグレとか花の跡とか、あとは黄昏清兵衛とか、それから何とかの串刺しとか、何やったかな、あれ、とにかくそんな感じのですね、藤沢周平さんが書かれたものの映画化された日本映画、邦画を結構見る機会が あって、やっぱりハリウッドばっかだと、ドカンドカンとかパン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 とかいうので、ちょっともう だいぶ縮小してくるので、ちょっとこれはやっぱり自分のちょっと感性も、まあたまにはああいうのもいいんですけど、やっぱりなんかやっぱり還暦超えたので、やっぱそういう日本的なものがいいかなという部分もちょっと出てきて、まあ洋画見たり邦画見たり大体織り交ぜて、たまにはドキュメンタリー見たりとか見てます。はい、な感じで、まあ、日本刀っていうのもよく日本の武士の映画とかね、時代劇出てくるもんで、ちょっと調べようかなと思って、自分でこう、ね、調べて、日本刀入門ということでね、はい、まあ、いろんなね、やっぱり日本刀って奥深いですよ。私も刀剣店、刀剣が一遍所持してみたいなと思って、刀剣店へ行って、岐阜市にも柳瀬にですね、刀剣店があるので、そこに行ってですね、まあ、話を聞かせてもらったんですけど、まあ、私のね、心情というかね、この器では高すぎるんですよ。とにかく1本が450万とか300何十万とかね、ちょっと高いんで、ちょっともう、だいたい中古車だと2台か3台買えちゃうような金額からだいたいしてるんで、ちょっと無理だなと思って、まあ通うのやめましたけど、ただ見せてもらうと、やっぱり実際刀剣というのはすごい迫力がありますよね、やっぱり。鎌倉時代のものとかね、古いものも残ってました、見せてもらったんですけど、でまあ大体このね、刀剣のこの刀の呼び方ですかね、場所の呼び方とかね、から私は全然その疎いですけど、まあこう刃文とか、まあ、反りとかね、反りの型もだいぶ違ってくるというふうに、刀によってはね、いろいろとね、それからまあまあ、よく鑑定団の中で出てくるこの刃文ですよね、ね、銀座なんとかというなんか有名な店もあるけど、刃文ですよね、こういうようなね、こういうような話とかね、はい、載っています。うちでも昔、まあ、父親が陸軍の下士官だってこともあって、軍刀が一つあったんで、それが出てきたんですよね、途中から、小屋の奥の方にしまってたのが出てきて、まあ警察で処分してもらったのもありますけど、あれ美術刀にもならないし、軍刀って、まあ、工場でカッチャンカッチャンで作ったようなちょっと軍刀だったんで、まあ美術品じゃないということで、教育委員会にも請求して美術刀として置いとくっていうこともちょっとこうはばかられるようなまあ、内容だったので、まあ警察交番へですね持って行きましたね、はい、で処分してもらったと思います。はい、そんなことも昔、今思い出しましたけどね、ただ自分もちょっとその時振ってみたんですけど、かなり重たいですよ、あれは。やっぱし軍刀といえども相当な重さがあるので、あれを振り回してピタッと止めるのはね、かなりな訓練がいるような気がします。かなり重心を低くして、から自分の刀で自分の左足を切っちゃうことが結構あるので、左足が前に出てると左足切っちゃうんですよね。例えばつま先とかすねの方とか膝とかって、だから必ず右を足を前に出して、要するに右利きの人は右足を前に出して、でこういうふうに切るときに左足を必ず引いてるということが非常に大事だということが実際振ってみてよく分かります。私はまあ木剣、木刀も 3,4 本所持して持ってまして、まあ、人にもやったこともあるし、たまには肩こり防止というために振ってますけど、
大体まあ数は降らないですよ。100も降ると結構きついので、まあ、最近30から50ぐらいしか降らないんですけど、はい、そんな感じでですね、ここちょっとあの文章だけちょっといっぺん読んでみますよね。日本刀の製法ということが載っています。製法ね、作り方という製法、これちょっと読んでみますので返す前でね。刀の製法は当時最先端テクノロジーであり秘伝の技であったと。まず原料の鉄からして現在のように鉄鉱石から精錬するものよりではなく砂鉄を集めて鋼に鍛えていたのであると。これだけでも大変な作業であるということですね。そうやってできた8キロから10キロの玉鋼をさらに高熱で熱し叩き続けることで1キロほどまでに鍛錬すると。要するに10分の1になるということですよ。鉄が思いっきり凝縮されるということですよね。分子とか1本の刀を鍛えるには20秒の炭が必要だというと。大変なコストと時間がかかる作業だろう。つまり当時から本当にいい刀を作ったら100万から200万したっていうことですよ。特にねこれ名のある大名に納めるとか名のある家臣が買っていくっていうのはそういう刀はもうとにかくものすごい量 の砂鉄から10分の1にしてさらに炭もすごくいって人でもね1日1人例えば今やと3万円ぐらいかかるんかなぐらいの妊婦賃かける何人かける延べ日数ってとんでもない金額になるのでそれで考えると原価だけでもすごい金額になっちゃって、やっぱり昔でも100万から200万安いので100万高いので200万ぐらい、今新刀はもうちょっと安く手に入るかもわからんですけど、まあ大体美術品でこれはというものは高くなるというのは昔からそうだったんですよ。昔からやっぱり何十両でいいのはしてたんですよね。江戸時代でもそういう中古の中古というか、まあ、そういう刀剣がね売買がね、そうやってできた鋼であるけど一種類の鋼だけでは刀はできないと。そういう難しいんですね。刀は硬さと切れ味を求める と脆くなってしまう。パキーンと折れちゃうんですよ。パシーンとね、刀っていうのは硬すぎると対衝撃性を求めると切れ味が落ちるという。そのため中心には弾力性のある鋼を使い、これ心鉄、心の鉄と心鉄と言いますね。これを頑丈な鋼で包み込む。これ革の鉄、刃の部分は特に硬い鋼を加えて焼き入れる。つまり3段階になってるということですよ。切れる部分はカチカチ、その周りに柔らかいね、柔らかい鉄をかませて、さらにその外側は硬い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 鉄でやる。3段階になってると思うんですよ。3段階にすごく手に込んだもんなんですよね。しかしだから本当に恐ろしいほど切れるんですよ刀は。よく昔のあの絵なんか見ると、あの手とか腕とか指とかがポン簡単に折ってるっていうね、人が刀振り回すと写真、そういう絵みたいなのがたまに見たりしたんですけど、本当に手が折っちゃうんですよね、あれ一つ間違うと。もう簡単に上から下に振るだけで、それぐらいのことです。それに焼きを入れて、まあ、一本に仕上げるということですね。江戸時代にはすでに良い鉄が手に入らなかったという声が聞こえたほどですね。だから古い寺などに使われていた釘を小鉄として再利用する陶工が多かったと書いてます。江戸時代ですでにいい鉄が入らなかったという、昔室町とか鎌倉の時とは違ってですね、江戸時代にすでにいい鉄がなかったという。だから古い寺解体の時なんかの古い釘を使って陶工が一生懸命鋼を打ったというのは書いてあります。はい、まあ奥の深い世界ですよ、この世界は。金もかかるし奥も深いね。やっぱりいい刀、今ここで聞いてる方が持っている人がいたらもう大事にした方がいいですよ。ほんと大事に、刀はもうそういう超超超貴重品ですので、芸術でもあるし。はい、そんなことなんで、まあこれでも見てね、目の保養をしておる吉松でございました。ではまた皆さん次回お会いしましょう。